これはヨーロッパの紛争一覧であり、ヨーロッパの国同士の戦争や内戦、ヨーロッパで起きたヨーロッパの国と非ヨーロッパの国との戦争や、ヨーロッパも舞台となった世界的な紛争を年代順に掲載している。ヨーロッパにはいろいろな定義があり、東と南東の境界、特に旧ソ連諸国をどのように定義するかについて重大な論争がある。この一覧はヨーロッパと 西アジアの間の境界国の多くを含む、幅広い定義に基づいている。ミルーイウス橋の戦いヘレスポントスの、海戦ヘイスティングズの戦いグボズドの戦いデドゴリの、戦いのモニュメントナバスでトロサの戦いスロイスの、海戦ラヘラの戦いホルミニーの戦いマリニャーノの、戦いナルバ包囲戦シゲトバール包囲戦3、バルテルミの虐殺施策の戦いブレダ包囲戦、 ラオーグの海戦ドナの戦いフォントノワの戦いジブラルタル包囲戦マレンゴの戦いアウステルギッツの戦いでのナポレオン・アハルチヘの戦いソルフェリーノの戦いでのナポレオン・サンセイリッサ海戦ソンムの戦いの始まりを告げる1916年7月1日の地雷の爆発ベルチュテの戦いでのスペイン共和国政府の国際旅団独組戦でのドイツ軍の スツーカ急降下爆撃機1953年の東ベルリン暴動中のライプツヒのソ連軍イスマイナス2戦車第二次たら戦争中にアイルランドのパトロール船アイクグフオデンとイギリスのフリゲート艦 HMS スキュラの衝突クロスマグレンにある仕事中の狙撃兵標識北アイルランド問題の最後の段階で南部アーマーの IRA 狙撃兵キャンペーンの 象徴ボスニアヘルェゴビナ紛争中に、サラエボのスナイパー路地を進む国連軍第一次チェチェン、紛争中に、チェチェンの過激派により撃墜されたロシア軍のヘリコプター南オセチアでのロシア軍のボストを砕りたい。ありがとうございます。